初隊員二等兵のユジヤです。 T 隊長です。隊長でございます、はい、ここ、うん、東海地方、はい、ま、全国的にやってるかわからないんですけど、はいはい、ここでは、うん、朝の8時半から、はい、NHK でチコちゃんに怒られた、はいはいはい、がやってるんですね、うんうんうん、で今日何ともなく何ともなく、はい、ぼーっと見ている時にですね、うん、ねえねえ隊長嫌なことは、うん、なかなか忘れられないのに、うん、なんでいいことは、うん、すぐ忘れる、うん、いいことはすぐ忘れるのに、うん、なんで嫌なことはずっと覚えてるんだろう。本当にそうですかぼーっと生きてんじゃねえよ、はいはい、っていうのがやっていてですね、はい、でそこで今日のゲストは、うん、岡村さんと、はい、那須川天心さん、はいはい、でおなじみの、はいはい、とあとまあ女性の、はい、なんかモノマネの方が出ていて、うん、で、まあ、那須川さんが当てられたんですけども、はい、まあ、正解は、うん、嫌なことというか、うん、まあ、そういった危険な情報っていうのは、うん、その次に起きた時に、はい、それが回避できるように、うん、はい、脳がアラートを出して、うん、その時の情報をバッて、はい、なんていうんだろう、視野が広がるというか、はいはいはい、いろんなところから、うん、その時の状況を見逃すまいと、うん、いろんな情報を拾うらしいんですね、うんうん、なので例えばその交通事故に遭う瞬間とかって、はい、よくなんかスローモーションになるとかって言うじゃないですか、うんうん、はい、隊長って交通事故に遭ったことってあります？ないです。ないですか？遭いそうになったことありますけどね。そういう時って、うん、今でも覚えてる？覚えてるっていうのが、はい、その状況、うん、で僕も交通事故、はい、僕はリアルにバイクに乗っていて、うん、自動車にドーンって、はいはいはい、突っ込んだことがあるんですけど、はい、やっぱりその時の瞬間とか、うん、その時自分がどう思ったか、はい、っていうのって、うん、今でも覚えてるんですね、うんうん、っていう。これはでもいいことも覚えてるじゃないですか。でその時にアンケートが行われていて、うんうん、でそのアンケートで行われていて、うん、嫌なことを聞きますよね、うん、そうすると結構詳細まで覚えている、うん、でじゃあ最近いいことってどんなことがありました？うん、移転ですかね。はい、はい、会社作ったとかお引越ししたとか結構ねざっくりなんですよ、はい、うん、ざっくりは言える、うん、がその事故した瞬間の時を言ってくださいとかだと、うん、すごい詳細にバーって。あ、でもこう、あ、それ嫌なことでもあり、いいことでもある、うん、こう人に助けてもらって、はい、涙が出たレベルは、はい、結構覚えてますよ。あ、なるほど。どんな言葉をかけてもらって、はい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 、こんなことしててって思い出すたびに涙ぐんだりとか。あ、なるほど、なるほど、はい、じゃあ若干その編集が、うん、編集にバイアスがかかってたかもしれないんですけど、うん、あ、まあ、だから印象的に残ってるものが残るって話ですよね。で、うん、嫌な時の方がより、うん、そのなんて言うんだろう、次に同じようなことが合わないように、うん、脳がそういうふうに働くみたいな。でもいいものは、はい、次はそれをもう一回求めたくなるようにアドレナリンが出るとか言うじゃないですか。はい、僕が今日言いたかったのはそっちの話じゃなくて、はい、で要はそれは過去、うん、はい、で例えばその事業とかでも、はい、嫌な事業とかつまんない事業とかは長く感じるけど、うん、その集中してる時とかって時間が早く過ぎる、うん、はいはいはい、っていうのも同じ現象だよっていうのを説明していて、うんうん、嫌なことっていう時は脳がアラートを出してると、うん、なのでそのいろんなところから情報を拾おうとするので、うん、時間が長く感じるみたいなことをやってたんですね、うんうん、はいはい、っていうのを見ながらですね、人って僕は昔のことをすっごい覚えてるんですね、はい、うん、僕は覚えてないです。そうっていうこの2つのパターンってなんだろうとかって思ってたんですよ、うんうんうん、でちなみに僕はじゃあ自転車今日ここに来るときに自転車乗りながらですね、はい、うん、1回じゃあ先生、うん、小学校から1年生から、うん、名前全部言えるかなと思ったんですよ、高校まで、はいはい、それ僕言えたんですね。僕言えないですよ。石田先生、林田先生、今井先生、うん、林先生とかってバーって言えてですね、うんうん、これなんだろう、なんか僕ってこれを思いながらですね、うん、やっぱりなんか内向なんじゃないかなとかって思ってたんです、うん、僕覚えてる先生は2人だけです、高校卒業まで。あ、本当に？はい、だから印象に残ってる先生のみですよ。1人は逮捕された、はい、ああなるほどなるほど。でもう1人は結構卒業してからも遊びに行ったことがある
はいはい、本当にそこしか覚えてないの？2人しか覚えてない。あ、もう顔とかなんとかぐらいですよ。ちょ、この違いってね、うん、要は多分僕はあのなんか少ない記憶を、はい、なんかずっとカミ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 して、はいはい、それを何て言うんだろう、危機反応だと捉えていたのか、はい、なんか脳が溜めようとしてるのかなと思ったんです、うんうん、それを、うん、でその代わりに、うん、僕ってあのこの一次関数とかってあるじゃないですか、はい、数学の、はい、ああいうのが全くできないんですね、うん、いやそっち覚えた方が人生的には有利なわけじゃないですか、まあですよね、だってこんな記憶をとっとと捨ててね、うんうんうん、勉強した方が、そうでそっちを覚えといた方がいいんですよ、うんうん、でも それをやらずになんかその小学校、いやもっと言えばね、はい、幼稚園から、はい、小谷先生から言えるんですよ僕は。幼稚園なんかもう何にも覚えてないですよ。小谷先生に折り紙の時手を叩かれたとか。僕はあれですもん、あだから僕いいことしか覚えてないです。で次の幼稚園、保育園で幼稚園辞めて保育園に行って、うん、青木先生だった後藤先生だったって言えるんですね、うんうん、それ一時関数できないとか、うん、サインコサインタンジェントがもう今何をやるかなんて全く分かんないですよ、はい、まあ、その辺は当初から分からなかった。今は僕も分かんないです。もうだいぶ子供の数学とか教えたりした時に、はい、全然分かんねえなとか言って、結構できたはずなのに。なるほどなるほど。その当時はできてても、はい、今もう30年とか触れてないから忘れてるみたいなのはあって、一緒に勉強してた記憶があります。そうなんですよね、はい、でこれ何だろう、僕あのここでね、はい、パーパー喋ってね、はい、でコミュニケーションが苦手かって言われると、うん、別に初対面の人の時は、うん、まあ、そこそこ、はいはい、悪い感じにはならない、うんうんうん、と思っているので、うん、コミュニケーションは苦手ではないと思っていて、はい、でそういう人ってよく外交だって言われるじゃないですか、はいはいはい、で自分でも外交だの認識はあるんですね、うんうんうん、外に向いている、うんうんうん、外で来て喋ることで元気が出る、うん、これが本当かなんですよ、はいはい、本当は違うんじゃないか。そうで、うん、あのまあ、我々の動画で人気を博している、はい、セルフヘルプ術のカーシー博士は、はいはい、人はもう行動だと、うん、行動で測るしかないんだ、うんうん、って言うんですよね、うんうん、で行動で取っていくと僕は外交になるんですよ、うんうんうん、こういう行動した、こういう行動した、こういう行動したですからね。そう、うん、でもってそれをそんな人間って単純だっけって、うんうん、思いません？でまあ、それはどこを切り取るかって話ではありますけどね。どこを切り取るか、はい、要はそのタイプって言ってたときに、はい、エニアグラムだと生まれつきと、まあ幼少期のだからもう3歳ぐらいまでに確定する部分が性格だ、性格だっていうかタイプだっていうじゃないですか、はい、そこを切り取るのか、その後の教育とか全部価値観とか全部含めたところを切り取るのか、分厚い側も含めて側も含めて、でそこまでを含めてタイプっていうのか、その行動も本当に何を行動してるのかをタイプっていうのかっていう、どこを切り取るかの違いじゃないかなとはありますけどね。なんか行動でもね、はい、なんかそのカシャッカシャって写真を撮っていくわけじゃないですか、はいはいはい、自分で、うん、あの観測員、二等兵観測員がですね、はい、自分の人生で、あこれは記録に留めねばっていう、うん、カシャッカシャッって写真撮るわけじゃないですか、はいはい、多分そのシャッターの押すタイミングが人それぞれ多分違うんですよね、うん、違う気はします。まあ、だからそこで自分悲しみ写真集を作ってるか、そうそう楽しみ写真集を作ってるか、はいはいはい、うん、僕だからほとんど、でも悲しいことも忘れるようにできてるとか言うじゃないですか。忘れますかね。忘れますよ。例えば母親が死んでその悲しみにいつまででも浸ってられないから、辛いことも忘れるようにはできてる。ああ、なるほど、うん、失恋をしたのもいつまででも悲しくないじゃないですか。はいはい。でこの辺をね、はい、要は例えばセルフヘルプ術とか、うんうん、あの16タイプとかでも、はい、じゃあ外交内交みたいなのは取り上げてきたんですけど、うん、はい、じゃあここで今回はビッグファイブでなんか外交内交のことがどうやって書いてあるかをやりながらお勉強の回、はい、なんでこれが正解ですではないと思うんです、うん、僕が欲しいのは、うん、外交の人は、うん、なんていうの、これをやるといいが一番嬉しいんですよ、はい、うん、ただ言われるの勉強だけは嫌だった話ですもんね、きっと。はい、そうなんですで勉強会になりそうみたいな話ですもんねっていう話なので、はい、皆さん申し訳ございません、はい、あのやっぱ伸びる動画って DAIGO さん、はいはいはい、あのスプーン曲げの DAIGO さんみたいに、うん、こういう人はねこういうことやるといいっていうのが、うん、この大学の研究で出てるんですよ、うん、だからこの先にはあると思うんですよ。
あ、勉強の回で終わっててるから、はい、その先が見えてないだけで、はい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 、多分この心理学とかでカウンセリングをやってる、本当に病院とかでやってるような、はい、これを使ってやってるような人たちは多分そこのアドバイスをするんだと思うんですよ。で結局、うん、ストレスですね、休みましょうじゃないんですか。それがまあ何で、あなたのストレスはこういうことが原因ですみたいな話じゃないですか。仕事が原因ですって言われて、うん、仕事の対人関係が原因で、仕事って言われてもさあがあるじゃないですか。それ何でも一緒ですよね言われてもさあがあるんですよ、うん、でまあただそういうとこは苦手だから、こういう仕事があったらこういうのにしましょうとか仕事紹介してくれますかね、その仕事って、うん、っていう、みんなでもそこを知りたいわけじゃないですか、自分に本当に何が合ってるのか。そう、知りたいのはそこなんですよ、うんうん、で、MBTI にしてもエニアグラムにしても多分そういうとこじゃないですか。で、僕の中では、うん、じゃあこの僕の中が、うん、僕が捉える自分が出てくるわけじゃないですか、うん、はい、キャラクターができましたと。はいはい、ショータイム、うん、二刀流のユージアです。二刀流です。名前は言えないけど、ここまでの担任の先生全部思い出せる。ああ、まあ、なんとなくは思い出せます。なんなら中学校の教科担任、僕多分名前言いますよ。全部、全然顔とかは覚えてます。顔見れば多分僕名前言えます。名前は出てこないです。もうこのこれいらんのです、はっきり言って。名前忘れたいそう、忘れて本当に1時間数できた方が有用ですよ、はい、本当に、うん、危機を感じた時の瞬間鮮明に覚えている。そう、はい、うちの親父も結構覚えてるんですよ、はい、あ、昔のこと。昔 の、 あ、はい、その学校の中学 の、 その先生の名前とか出来事とかも、出来事とか覚えてて、で僕覚えてないじゃないですか、はい、で僕の担任の名前とか覚えてるんですよ。あ、それすごいですねそれすごい。で言われる、お前の担任の何々です先生がみたいなことを言った時に、誰だっけってなるわけじゃないですか。はい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 。でお前はそんなことも覚えとらんのか、冷たいやつだなみたいな。そうってなるとね、体調ね、はい、僕外交だと思うんですね、はいはい、っていうこの辺を危ないこれね多分ね皆さん、はい、分厚くなってきました感想が、はい、多分ねこれやっぱ喋りたくなるんですよ、 この、はい、こういうのって大好きだった先生、関わりが濃かった先生の顔は覚えているが、あまり好きじゃなかった先生は思い出せない。あ、だからこの記憶の取り方がね、うん、多分違うんでしょうね。と、はい、思い出そうとしない。今これ話してて、うん、はい、ポツポツ思い浮かんできてましたもん。あの先生いたとか名前出てきます。名前出てくる先生がポツポツ浮かび上がってきた。あー、なるほどなるほど。さっきまで2人だったのが、はい、今4人ぐらいになってるみたいなあ、なるほど。だから普段から思い出そうとしてるかどうかもあるんじゃないかな。あ、だから過去の中学校の担任の先生とか、はいはい、思い出すことなんか全く、思い出そうと思う機会が全くない。そっか、うん、なるほど。僕は頻繁にこういうのをやってるので、うん、よくあの結婚式の司会とかで、はいはいはい、ビンゴをやるときに、はい、大体おにゃんこクラブの会員番号で出たときに名前を言うんですね、はい、4番新田恵里ですねとか、はい、18番は永田瑠璃子ですねとかって、はい、っていうのをずっとやってるので、うん、おにゃんこは未だに言えるんですよ、うん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 、生稲さん40番とか全く知らないです、はい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 、だとやっぱりでも何て言うんだろう、これを取っとこうと思ってる。このなんか記憶の忘却曲線みたいなのはあるじゃないですか。反復すると記憶が定着する。んー、なるほど。過去の出来事を反復してるんじゃないですか、ずっとこんなことがあった、こんなことがあった、だからずっといつまででも覚えてるみたいな、っていう、うん、このね生き方はい、がもしかしたらやっぱ内向っぽいかもしれない、うん、なとは思ってる。ずっとはずっと自分を反芻している、うん、はいはいはい、で体調は常に何て言うんだろう、外に外にで、要は、うん、どこの本にも書いてあるのも、うん、やっぱりエネルギーは無限じゃないんですよ、はいはいはい、有限なので、うん、っていうことはやっぱり覚え入れるには出さないといけないんですよね、はいはいはい、もったいない生き方ですねこれはごめんなさい、うん、勉強自体は新しいことが知れて楽しいはビッグファイブの開放性なのかな。これ多分ね、うん、これからやっていくの外交内交にも関係するかもしれません、はい、二刀屋さん同様オレクギさんはね、うん、幼稚園から大学習い事全部覚えてると。校歌も歌える、僕も歌える。歌えない、校歌も歌えない。ああそう、過去かなり鮮明で、私自身は人当たりの良い内交タイプだと思います、うん、ヤンバルさんは覚えてない、エピソードすらおぼろげ、しもしもは
名前覚えられることの方が羨ましい。違うんですよ。じゃあ最近会社でこの会社に行った、うん、覚えてないんですよ名前なんて、うんうん、顔はなんとなくわかるけど、はいはい、僕も覚えてないですそうなんですよね、はい、